ケネスカー・ペンターはアメリカ合衆国の陸上競技選手、教育者である。彼は1936年に開催されたベルリンオリンピックの円盤投げで金メダルを獲得した。記事にあるコンプトンハイスクールで陸上競技選手として活躍した後、南カリフォルニア大学に進学した。大学在学中の1935年に AAU、NCWA、 そして IC4A 種最強議会の円盤投げ種目で優勝し1936年にも AAU と NCWA AA の競技会で優勝した。同年のベルリンオリンピックのアメリカ合衆国代表最終選考ではゴードン・ランに敗れて2位となったが代表の座を獲得した。ベルリンオリンピックの円盤投げは31人の選手が出場して8月5日に実施された。 事前の予想では、スウェーデン代表のハラルド・アンデションと、ドイツ代表のビリー・シュレーダーが、金メダルの有力候補だった。しかし、アンデションは、予選で、自らの記録53メートル02センチに遠く、及ばない38メートル50センチの投てきしか、できず、決勝に進めなかった。同日の決勝には、 31選手のうち予選で44メートルの投てきに成功した13選手が勝ち残った。選手たちは3回の試技を行い、上位6選手が次の試技3回に進んだ。カー・ペンターは5投目で、当時のオリンピック記録を更新する50メートル48センチの投てきに成功し、ダンやシュレーダーなどを抑えて金メダルを獲得した。 ベルリンオリンピックでのカーペンターの映像は、レニリー・フェンシュタール監督の映画、オリンピアに記録されている。彼は1936年から1940年にかけて円盤投げのアメリカ合衆国記録を保持していた。大学卒業後は、海軍軍属となり、除隊後は、カレッジ・オブ・ザ・セコヤーズや、コンプトン・コミュニティ・カレッジで教師を務める傍ら、33年間にわたって、 陸上競技のコーチを務めた。その後、1984年に死去している。ABCD2003 インダクテス、4USC アスレチックホールオブフェームアンウンスト2011年12月18日、閲覧。 h-a-r-a-l-d-a-n-d-e-r-s-s-o-n-o-l-y-m-p-i-c-s-a-t-s-p-o-r-t-s-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com2011 年12月18日閲覧。ウ i リ i s h r o ダ d a o l y m p i c s a t s p o r t s r e f e r e n c e c o m 2 0 1 1年12月18日閲覧。 AB アスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズディスカッスロー2011年12月18日閲覧アスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズディスカッスロークオリファイングラウンド2011年12月18日閲覧アスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズ メンズリスカススローフィナールラウンド2011年12月18日、閲覧。ありがとうございます。